なぜ変わったかって言ったらですね、これは中国の総書記の胡錦涛っていう人がですね、その人が、まあ、統計として考えた、総書記として考えたんですね。現状を見ると、これは大変なことであると、その胡錦涛は全部理解しましてですね、そのためには対日融和政策を取って、日本と協力を得てですね、中国の将来を問題ないようにしなきゃいかん、こういう、まあ、基本的な認識、そのことがこういうふうに変わった理由だというのが、この結論でございます。で、科学、今度は言ってるんですけど、科学発展観という、科学的発展観という、まあ、まあ、言ってみればベースをですね、基礎をきちっと、この人はあの、大学の方出てる理工系の人なんですね。だから基本的には、まあ、事実を積み重ねてですね、思うと判断し、そして、若い社会。若い社会って、まあ、言ってみれば日本で言うと福祉社会みたいなと思うんですけども、日本も昔、福祉国家というのを目指しましたが、まあ、若い社会を目指すというふうに、まあ、考えたんですね。そうにしていかないと、中国はこの後ですね、うまく維持できない、あるいは発展がもう一つの発展がないというふうに、まあ、考え、そのためには日本の教育が必要だというふうに彼が考えているということであります。で、彼が考えていることを、簡単な、まあ、一つの絵にしてですね、示しますと、これでございます。で、これ多分皆さん、新聞なりでご覧になってますから、あ、なんだ、そのことかということだと思いますが、まあ、いろいろな発展した結果、今までの歴史があるんですが、その結果ですね、今、こういう状態に中国がなっています。ですから、宿命とも書いてありますけど、こういう状態になってしまったんですね、中国はね。だから、それを解決しなきゃいけない。それはまあ、この人にとってみればですね、そこにリーダーになったわけですから、しょうがないですね。頑張らなくちゃいけない。こういうわけであります。どういうことが、まあ、問題点かと言いますとですね、この先軍主義とか反日教育とか、まあ、国威発揚ですね、なんか宇宙の人を出したりとかやってますし、チベットの問題とかね、こういう民族関係の問題、民族主義ですかね、そういう塊が、まあ、一つあるわけですね、意思があるわけですね。それから一方で、経済が非常に来ましたから、この役人の腐敗とか、すごいなんか、日本人が買わないようなアパートとかですね、車も買ってすればいいとかね、一方でそういうのはありますね。一方、理不尽にこの犠牲を知られている農民もいると、こういう意味で、まあ、背景主義という言葉を代表しましたけれども、まあ、多少モラルが、ね、おかしくなっているわけです。